はい、どうもこんにちは、モンキードライブチャンネルのミスター S です。というわけで今回は、デュエルマスターズのね、まあ、紹介というかカードを買ったのでね、そのデュエルマスターズのカードを、まあ、買って、まあ、500円で買えるあのガチャみたいなのを、まあ、買ってきたので、それを開けていきたいと思います。で、1箱目です。はい、1箱目いきます。もうね、どんどんもう10箱くらい買ってきて、1個500円です。合わせて5000円。じゃあ、まず1個目開けましょう。何枚入ってるんだろうね、まず。よし。では、いきなり？何これ？貝玉類、海洋類、ザー流木座、デッドブラッキオ、出ました。で、何やろう？スーパーレアですね。はい。というわけで結構いきなりジュラシックコマンドドラゴンのスーパーリアありました。順番に見ていこうとしたんだけど、もうなんか見えちゃった。はい、なんか今映ってなかったけど光ってるよ。アクロコードグリーン、あ、ノーマルですね。ノーマルのドラマティックカード、たまたま光ってる、たまたま光ってるねカードですね。じゃあ次行きましょう。はいはい、で聞こえますよ、で聞こえますよ。はい、普通ですね。あともこんな感じで、ミッチーね、開発なんちゃらかんちゃら。はい、というで、まあもう読むのがめんどくさいんで終わりました。はい、ではね、次のあれです。次のパックを見ていきましょう。次のパックがこちら、開けていきます。はい、毎回映ってないんだけど、今開けてたのにさ、映らなかった今。はい、これ出ました。カウンズでカツキングジュニア。え、ちょっと待って。はい、1枚。はい、1枚でしたね。はい、残念、1枚ということで。まあまあね、そういう時もね、人生にはありますよ。1枚っていう、そういう悲しさ大事ですね。はい、じゃあ次いきます。ちょっと映るように開けますね。この辺じゃなくて、はい、3箱目開けていきます。はい、あ、結構入っとる。なんか結構たくさん。ほい、これは、せーの、てれーん、ドロドロギッカリーからカレパン。はい、ノーマル、あ、コモンですね。はい、ジーハー、アイハーフィーズ、アイラーフィーズ。デーモンハンドね。あ、これとこれがコモン。ポッピー、ショッピー、ポッピーとフライのマタタビブアンドシーですね。はい、両方ノーマルですね。ただ光ってるだけ。まあ、あんまりレアじゃありませんけど。はい、じゃあ次、もうどんどん行くよ。次はこの動画ね、5分以内に終わらせるんで。はい、じゃあ次行きます。これ4、え、い、え、いくつ？え、な、うーん、パコミですね、今回。はい。はい、というわけで、開けまーす。てか、え、めっちゃね、なんかめっちゃ分厚いんだけど。おおー、サイキックがある。高速の影。めり込み、たまたま。想像するだけで痛い。はい。想像するだけで痛いそうです。はい。はい。で、あ、はい。次行きましょうね。はい。あ、おう。フォークシャンデリア。はい。最近のやつですね。はい。はい。友切りのマジスマン。マジスマン。ちょっと踏み台になってくれっす。マジスマンスだって。ちょっとこいつ最低だな。はい。ドリリングイヤリング。はい。超次元、バイスホール。ということで、まあね。はい。では、今、なんか箱目なんで、まあ、もうね、これ一応レジェンドも出るらしいんで、レジェンド出してるんですね、頑張って。はい。では、なんちゃら箱目いきます。はい。はい。というわけで、開けましょう。あ、なんか、今回多いぞ。はい。あ、ゴッと来ましたね。はい。これが、起源神クローク。結構古めの、昔めのゴッドですね。はい。2枚目。はい。ジャスの親分、ゴエモンキー。はい。はい。カツ丼。はい。おお、なんか曲がっとるけど、めっちゃ曲がってるんだけど。すごく曲がってる。流星インザダーク。リアリティない。あ、まあ、光ってるから多分強いんでしょう。ブラックコマンドドラゴンということで。まあ、ちょっと当たり系だね。まあ、そろそろ、あの、いいパックが
最初の方結構最初が良すぎたんかもしれないね。もしかしたらそろそろいい感じのパックが欲しい。はい、じゃあ次、はい、いきます。箱が白い、当たり前か。はい、はい、というわけで、袋がない。まあいいや。はい、お、え、あ、え、あ、ね、普通のカツ丼ですね。ちょっと光ってる系のカツ丼。はい、お、ちょっとなんかちょっと輝いとる系のカードですね。はい、これ。あー、これもまあちょっと輝いてるけど、ノーマルですね。はい。え、てか3枚。3枚でこれ500円だよ、これで。悲しい。これマジ？悲しすぎだろ。もう、やっぱね、悲しいから、悲しいです。何言ってんの？はい、じゃあ次行きます。はい。というわけで、これが白い箱ですね。当たり前。だからさっきから言っとるやん、白い箱。あ、やばい、箱破れてないわ。見えてない。なんだって。無常の極みシャングリラ来ました。ビクトリーですね。というわけで、待って、両面あるんですけど、両面シャングリラ。2枚パターンですね。やべえんだけど、表と裏にシャングリラ。どんなんですか、これは。で、もう一個あったんで。これも入ってたんですけど。これは、てれーん。あ、はい。リスですね、これリス。リス村から来たんですね。リスですね。はい。パラスラッガー。はい。なんちゃらかんちゃら。はい。はい、全部。他は悪かったけど。シャングリラ表と裏に入ってる。どんなんですか。やば。じゃあ次行きます。はい、こちら箱が白いですね。当たり前ですね。はい、こちら行きます。なんかめっちゃ入っとるんだけど。こんなに入ってたことあった。てか、カードがなんかさ、なんか周り側の、すごい、ちょっと、待って。これ、これひどくない？これだって、これコマンディドって普通にさ、前後には普通の入ってるんだけど、なにこれ。オーズ、プトティラコンボって何これ。豪快シルバー。何これ。謎の生物。ウルトラマンメビウス。レッドバスター。ちょっと待って、これおかしいでしょ。絶対おかしい。これ500円払ったんだよ。これ1個、1箱500円だからね、これ。何これ、デュマじゃねえし。ちょっと訴えてくる。後で訴えてこよう。ちょっとこれは返品聞くでしょ、さすがに。返品聞くっしょ。まあ、じゃあ、行きますか。はい。ということで、8分も経ってました。はい。じゃあ、次、開けていきます。はい。あ、行こう。見てない。どんな、なんか2つありますね。なんだって？大銀河だ。さっき見てました。これね、ダブルビクトリーですね。僕、これ3枚目なんだけど。まあいいや。で、こちら。この箱、これが何かというと、マシュマロって、いきなりマシュマロボーンって出たんだよ。ゼニススクラッチ結構いいぞ。はい、いいですね。で、ブーちゃん5。で、このキルポリマとベンチって、マシュマロ人形、これってこれじゃない？こうすれば、フュージョンすれば、いいやつ。いいのかな、これ。寄生虫ってそういう字やっけ。まあいいや。何このハゲおじさん。はい、じゃあラスト。今日ちょっとね、たくさんありすぎるんで、次でラスト一旦区切りとします。まあね、最後なんで、まあ神的なパックが欲しいですね。もう全部レジェンド。はい、きます。せーの、1番目、てれーん。ホープレスチャージャー来ました。光ってるけど、まあ、レアですね。はい。てれーん。勇気の爪、コリナゴ。ゼロなんだけど、パワーゼロ？ゼロ、なんちゃらプラス。他のクリーチャーがいるとプラス10される。よくね。はい。ガレック。はい。ライフラインチャージャー。アリス。不思議の国のアリス。ということで、まあ、今回の報酬としては、
このシャングリラダブルが一番ですね、とりあえず。シャングリラダブル。シャングリラダブル。いや、めっちゃ神ってるっしょ、これ。シャングリラダブルと、これですね。はい。主なやつはこれ。ギガハートと、オールインカのこの、ダブルビクトリーと、ハチキングジュニアも出ました、ね。これ結構新しくない？結構最近のやつ。まあ、あとは光ってるけど、ノーマルってやつが多かったですね。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。以上です。